水長マミは、日本の外交官、国際公務員。中英講師、イースト、アングリア大学付属セーンズベリー日本、芸術研究所所長等を経て、日本人女性初の国連事務総長特別代表として、国連防災機関代表を務める。東京都生まれ、女子学院中学校、高等学校を経て、1983年、 一橋大学法学部第3課ほど卒業、外務省入賞。1986年スペイン外交官、学校国際関係ディプロマ家庭終了。歴史学者のバラック・クシュナーは夫。在アメリカ合衆国日本国大使館政務班一等書記官、外務大臣官房人事課主席事務官、北米局日米地位協定室長、総合外交政策局国連政策課長。 同局安全保障政策課長、在英国日本国大使官公使、同行法文化センター所長を歴任した。1996年の在ペルー日本大使、皇帝選挙事件では、ワシントン DC から支援のためリマに入り、現地対策本部顧問の補佐や、青木森久大使の会見での通訳などをした。温厚な性格で知られ、女性初の外務事務次官候補とも言われたが、 外務省大臣官房会計課長を最後に2010年に辞職し夫と暮らすため英国ケンブリッジに移住。ロンドン大学東洋アフリカ研究学院助教及びイングランド東部のリッチのイーストアングリア大学付属セーンズベリー日本芸術研究所上席研究員に就任。2011年からは同研究所等活躍所長及び イーストアングリア大学日本学特別顧問を務めた。この間、難民を助ける、会理事、大和日英基金執行理事、ロンドン日本協会理事、A フィデリティジャパニーズバリューズ社、取締役、日英21世紀委員会委員、ジャパンソサエティ理事等を兼務し、立命館アジア太平洋大学で、東アジアガバナンス論の、早稲田大学で、国際関係論の教弁を取った。 2018年、ロバート・グラッサーの後任として、国際連合事務総長特別代表に就任した。国連国際防災戦略事務局代表として、国連防災世界会議などにあたる。なお、日本人が事務総長特別代表に就任するのは、山本忠道に次いで、歴代4人目となり、日本人女性初である。また、同年、岡井朝子が、 国連開発計画危機器対応局長に任命されており、外務省出身の日本人女性の国連幹部への登用が続いた。今日著ありがとうございます。